安国神社、靖国神社問題は、靖国神社に批判的な中間二国との外交関係への配慮を理由とした、靖国神社への参拝賛否から起きている諸問題を指す。靖国問題と略称されることが多い。靖国神社の前身である東京召喚者は、大村松次郎の発案のもと、明治天皇の命により、 母親戦争の戦死者を祀るために1869年に創建された。後に、1853年のアメリカ合衆国東、インド艦隊の司令官、ペリー来航以降の国内の戦乱に準じた人たちを合わせ祀るようになる。1877年の西南戦争後は、日本を守護するために亡くなった戦没者を慰霊追悼、検証するための施設及び、 シンボルとなっている。元は、幕末騒乱により死亡した死詩の五霊を召喚し、祭礼する一回制の儀式として、京都で実施されたものが訂正化され、東京召喚者の設置となった経緯があり、一方で召喚の儀式そのものの浸透上の競技問題や、どの御霊を召喚し合使するかといった論点が、当初からあり、靖国神社への再編解明の際には、祭礼は、 靖国神社及び陸海軍省が実施するものとされ、天皇は、霊大祭に直視を参考させることが訂正と取り決められた。国に準じた先人に、国民の代表者が感謝し、平和を誓うのは当然のことという意見がある一方、政教分離や、第二次世界大戦における、日本の戦争行為について、侵略だったか自衛だったかといった、歴史認識、 また同戦争において日本の行為によって損害を被った近隣諸国への配慮等といった観点から政治家の参拝を問題視する意見がある。第二次世界大戦における日本の終戦の日である8月15日の参拝は戦争の戦没者を検証する意味合いがあるとされ特に日本国内の左派や中間の二国において議論が大きくなる。小野田博士郎は 日本兵が戦友と別れる際、安国で会おうと誓ったことから、安国神社は、日本兵の心の拠りどころとしてのシンボルの一つで、あった、としている。メディアと、中間1975年の日本国内メディアから、政教分離という内政理由の批判から始まり、1985年の中曽根康弘首相による、 公的参拝発言による日本国内の自民党、社会党の清掃の具となり、1985年以降から戦争被害を受けた中国や日本による支配を受けた韓国は靖国神社に永久戦犯が合志されているからと主張してるが、中韓国民は調査からそもそも戦前の日本軍人を慰霊することに反発しているから、 1985年の朝日新聞による靖国批判報道で靖国神社自体を知ったから反発し出しただけであることが指摘されている。以降、中間政府は日本の政治家による参拝が行われるたびに批判反発している。実際に1979年4月に 永久戦犯の合衆が公になってから1985年7月までの6年4月間、大平正義、鈴木善光、中曽根康弘が首相就任中に計21回参拝をしているが、1985年8月に中曽根が参拝するまでは、非難はされていなかった。1985年の参拝に対しては、 それに先立つ同年8月7日の朝日新聞が靖国問題を報道すると1週間後の8月14日中国共産党政府が史上初めて公式に靖国神社の参拝への避難を表明した一方で1979年の永久戦犯以降も戦没者を異例追悼検証するため外国の要人も訪れているなお 戦没者を慰霊追悼、検証するための施設及び、シンボルとする解釈が、現在だけでなく、戦前からも、一般的だが、神社側としては、国家のために尊い命を捧げられた人々の御霊を、慰め、その自責を長く、後世に伝える場所、及び、日本の独立を誓う場所との認識が正しいとのことで、ある。具体的な論点としては、 以下の6つにまとめられる。信教の自由に関する問題政教分離に関する、問題歴史認識に関する問題戦死者、戦没者異例の問題永久戦犯に対する評価の、使い分け宗教的合理性と、神道儀器に関する問題靖国神社は、大日本帝国時代の陸軍省、海軍省が共感し、戦争遂行の精神的支柱の一つであった。 国家浸透の最重要の拠点であったため、終戦後直ちに廃絶の議論が起きた。このことについては日本を打ち破り占領した、連合国においてもかねてから、施設自体の帰却も視野に入れられていたが、GHQ は、早急に結論を下さず、まず1945年12月15日に、浸透指令を発して、国家浸透を廃止するとともに、 靖国神社の国家御自を禁じ、神社と国家の間の政教分離を図った。また、翌1946年に制定された宗教法人法に基づき、靖国神社は同年9月に宗教法人となったことで、自ら国家御自体制からの離脱を明確にした。靖国神社の非国家的宗教施設への変化を受けて、 GHQ は1951年8月28日の指令で靖国神社の存続を認めた。1947年に施行された日本国憲法を第20条において下記のように信教の自由を保障し、政教分離原則を掲げている。1951年の サンフランシスコ平和条約締結。翌1952年の発行によって連合国の占領が終わって日本は主権を回復し、連合国占領期間中は実質的に封印された状態となっていた靖国神社に関する議論は憲法の合憲、一憲をめぐる問題へと移行し、主に上記、第20条第1項及び第3項に基づいた問題点が 賛否両面から指摘されていくこととなる。なお、占領下の1949年に出された国公立小中学校の安国神社訪問などを禁じた文部事務次官通達について2008年3月27日の参議院文教科学委員会で都会、木三郎文部科学省は同通達がすでに執行していると明言した。安国神社を国家語辞による 慰霊施設としようとする靖国神社法案が1969年に議員立法案として自由民主党から提出されたことで神社の政教分離に関する議論が再燃した。これ以降、毎年の法案提出と廃案を繰り返した後、1973年に提出された法案が審議凍結などを経て1974年に 衆議院で可決されたものの参議院では、審議未了、廃案となる。これを最後と司法案状定がやむまで、靖国神社法案が、靖国神社問題における、政教分離の課題で最大のものとなった。この後、政教分離原則に抵触するか否かの議論は、政府、地方自治体による、靖国神社への公費支出を伴う玉串奉納や、首相をはじめとする、 政府閣僚や地方自治体主張らの参拝に関するものへと焦点が移っていく。靖国神社に反対する立場からは、靖国神社への参拝は、政教分離に反するという見解が示されることがある。総理大臣が他の宗教法人、明治神宮や伊勢神宮に参拝しても問題がないとは言えず、さらに靖国神社への参拝は、 永久戦犯格子の問題も絡んでいる1889年、大日本帝国憲法第28条では、信教の自由を記載したが、明治政府は、神社神道を国家の祭祀であり、宗教ではないとし、新民の義務とした。1891年、上村正久は、キリスト教徒の靖国神社参拝問題を提起した。 さらに1931年、上智大生、安国神社参拝拒否事件が発生した。1946年、安国神社は宗教法人となり、1947年の日本国憲法第20条では、信教の自由と政教分離原則が規定された。このため1964年以降の安国神社法案は国家誤字の代わりに、 宗教職を薄める案となり、議論となった。安国問題に関する訴訟では、原告側の多くは、玉串料の公費支出や、首相などの参拝、遺族側の意思に沿わない、合詞、政府による合詞への協力などを、信教の自由や、政教分離原則に対する侵害であると主張している。これに対して、安国神社側などは、社会一般に認められた。 範囲内であり、合憲である、神社側にも、宗教の自由があり国からの強制は受けない、合詞は、遺族の不利益とは言えない、などと主張している。これに対し司法は、遺族に、無断での合詞が、大い苦屈と認めながらも、靖国神社側の宗教行為の自由や、例示母等の非公開を理由に、靖国神社側の行為は違法と言えないと企画したが、合詞に、 国が協力した行為は、政教分離原則違反で違憲であると判断している。また、日本では、信教の自由は、何人に対してもこれを保障するとされているため、政治家であっても宗教及び思想について、制限を加えることができないとする考え方が、一般的であり、司法判断においても私的参拝を憲法違反とした、ものはない。ただし、 首相の靖国参拝について、これは公式参拝でありゆえに、国民の宗教人格権を信頼していると裁判で争われた。その中で、地裁、公裁レベルで公的参拝だと暴論で判断されているものはあるが、国民の宗教人格権の信頼については認めず、いずれの判決でも賠償請求を棄却している。日本では、宗教性の有無に関して、 参拝は宗教的行為ではなく、修族的行為であるから政教分離原則には抵触しないとする主張と、参拝は宗教的行為であるから問題であるとする主張が対立している。玉串料などを公費で支出することについては、最高裁において意見判決が確定している。首相の公式参拝について、浸透形式にのっとった参拝が、 憲法20条との関係で意見の疑いを否定できないという認識は1980年の政府見解でも確認されたが、後の1985年、中曽根康弘内閣当時に発足した閣僚の靖国神社参拝問題に関する懇談会は宗教職を薄めた独自の参拝形式を取ることにより公式参拝は可能と判断、その方法であれば、 首相の参拝は宗教的意義を持たないと解釈できるとし、憲法が禁止する宗教的活動に該当しないとの政府見解が出された。首相の参拝行為の宗教性についていくつかの裁判で争われている。最高裁では憲法判断はなされていないが、地裁、高裁では暴論において公的参拝において意見という判断がされている。 公的参拝が合憲という判断は、司法のいずれのレベルにおいてもこれまでされたことはない。公人においても、公私を区別するべきだという論点がある。これは、第66代総理であった、三木武夫が1975年8月15日、総理としては初めて終戦記念日に参拝した際に、私的参拝4条件による、詩人としての参拝を行った。 これに対し靖国神社法案を断念した神社本庁及び日本遺族会は英霊に応える会を結成して首相や閣僚による公式参拝を要請する運動を展開する靖国神社に対して玉串料などを公費で支出した参拝は第72代総理であった中曽根康弘による1985年の参拝が訴訟の対象となり 1992年の2つの高等裁判所判決で憲法の定める政教分離原則に反する公式参拝と認定され、これらが判例として確定、明確に意見とされており、これ以降の議論は、詩人としての参拝が許容されるものであるかどうかをめぐっての解釈の問題となっている。国政上の要職にあるものであっても、 詩人、一個人として参拝するなら政教分離原則には定触せず問題がないという意見がある。これは、公人であっても、人権的な観点から詩人の側面を強調しするもので、首相個人の信仰や信念も尊重されるべきであり、参拝は詩人とし、行われているものであるならば問題がないという立場を、とっている。アメリカのように、 政教分離を歌っていながら、大統領や知事就任式の時に聖書に手を乗せ神に誓いを立てることは問題になったことは一度もないということも論拠の一つに挙げられている。一方、公用者を用い、側近、護衛官を従え、閣僚が連れ立って参拝し、職業欄に内閣総理大臣などと記帳するという行為は、公人としてのそれであり、 政教分離原則に抵触するという意見がある。こちらは、実行的な観点を重く取り上げ、首相が在職中に行う行為は私的であっても、多少の差はあれ、すべて政治的実効性を持つため、私的参拝であっても、靖国神社に、実質的に利益を与えるものだとして問題があるとしている。第87から89代総理、小泉純日郎は、 2001年8月13日の首相就任後最初の参拝をした後、講師の別についての質問に対し、公的とか指摘とか私はこだわりません。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝したと述べた。これ以降、特にこの論点が大きく、クローズアップされている。ただし、福岡地裁の判決後は、指摘参拝であると表明している。 小泉淳一郎首相による参拝以降、参拝客が急増した現象については、マスメディアの報道が大きく影響しているとの意見も、ある。安国問題を取り上げた主要な訴訟としては、玉串料公費支出訴訟、首相公式参拝訴訟、合資取り消し訴訟などがある。住民訴訟として争われた、訴訟類型のものである。 1979年12月19日、岩手県議会が国に安国神社公式参拝を実現する用意検証を採択し、政府に陳情書を届けたことと、1962年から安国神社の要請で玉串料や検討料を支出していたことは、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが提訴した。 1987年3月5日、森岡地方裁判所は、合憲判決を示し、住民らの訴えを全面的に退けた。1991年1月10日、仙台高裁は、判決主文にて、住民側の控訴に対して、被告の岩手県への公費返還請求を棄却したが、公式参拝、玉串料公費支出は違憲であるという暴論を、示した。 勝訴したが違憲とされた県は、違憲とする暴論が示されたのは不利益で、最高裁で判断を仰ぐ必要があるとして、上告した。仙台高裁は不適法として却下した。県は、高裁の決定を不服として、特別抗告したが、最高裁第二小法廷は、抗告の理由がないとして棄却した。愛媛県知事が、安国神社に対したまぐ資料を、 戦没者の遺族の援護行政ために、毎年支出したことに対し、政教分離原則に反するとして、その費用を返還するよう住民らが求めた。一審の松山地方裁判所は、意見判決。二審の高松高等裁判所は、公金支出は、社会的儀礼の範囲に収まる少額であり、遺族援護行政の一環であり、 宗教的活動に当たらないとして、合憲判決を示した。しかし、1997年最高裁判所は、政教分離原則の一つとなった、目的効果基準により違憲判決を出し、確定した。国媒訴訟として争われた、訴訟類型のものである。中曽根首相公式参拝訴訟、中曽根康弘首相が百八十五年八月十五日に、 公式参拝したことに対する訴訟である。最高裁は、かかる公式参拝は、憲法20条三項同89条に違反する疑いがあるとしたが、本件公式参拝が、憲法に違反するとしても、法律上、保護された具体的な権利ないし、法益の侵害を受けた、ことはないし、また、 医者料を持って救済すべき損害を被ったこともなく、損害賠償を求めることはできないとした。中曽根は、首相在任中に10回にわたり参拝しているが、1985年8月14日に、正式な新式ではなく省略した配礼によるものならば、閣僚の公式参拝は、政教分離には反しないと、これまでの政府統一見解を変更し、 1985年に閣僚とともに玉串僚を皇妃から支出する首相公式参拝を行った。中曽根は1985年8月15日以後は参拝をしていないが、その理由について、翌1986年8月14日の官房長官談話において公式参拝が日本による戦争の参加をこむった。 近隣諸国民の日本に対する不信を招くためとしている。中曽根は後に自身の安国参拝により中国共産党内の清掃で雇用法総初期の身体に影響が出そうだという示唆があり雇用法さんと私とは非常に仲が良かった。それで雇用法さんを守らなければいけないと思った。と述べている。百九十二年二月十八日 福岡高等裁判所は、九州安国神社公式参拝意見訴訟で、目的効果基準により公式参拝の継続が、安国神社への援助、助長、促進となり、意見と判示した。1992年7月30日には、大阪高等裁判所が、関西安国公式参拝訴訟で、公式参拝は、一般人に与える、効果、影響、 社会通念から考えると、宗教的活動に該当し、意見の疑いありと判示した。小泉首相参拝訴訟、小泉純一郎首相が2001年8月13日に、秘書官同行の上公用車で、靖国神社を訪れ、内閣総理大臣、小泉純一郎と記帳、献花代3万円を納め参拝した。この参拝に対する訴訟では、地裁、 公裁判決において公的参拝判断がなされた時に意見判断がされたケースがあったが暴論で述べられたものであり主文で原告敗訴としているので政府はこのことを不満として上訴することができないと判断し原告も上訴しなかったため判決は確定した原告側が上告した裁判では最高裁が憲法判断を避けたため 憲法判断がされることはなかった。地裁、公裁判決においても公的参拝が合憲だとされたケースはない。賠償請求についてはいずれも棄却されている。福岡地裁判決を受けた小泉首相は記者団の質問に私的な参拝と言ってもいいと語り、講師の区別をあえて曖昧にしてきた従来の姿勢を転換させた。2004年4月7日、 福岡地方裁判所は、原告の損害賠償請求を企画した。しかし暴論において、首相の参拝について、政教分離に違反し意見と述べた。総理大臣の公式参拝を暴論で意見とする、判断は1991年の仙台高裁、判決に次いで二例目であった。2004年10月21日、福岡地裁判決が、暴論において、参拝は、 一件としたことに対し、国民運動団体、英霊に答える会が、国会の裁判官卒追委員会に裁判を担当した3裁判官の罷免を求める、卒追請求状6036通を提出した。請求状によれば、卒追理由について、判決は、被告の憲法第32条、裁判を受ける権利を奪うもので、憲法違反。 政治的目的で判決を書くことは、越権行為。司法の中立性、独立を危うくしたとしている。千葉県内の戦没者遺族や、宗教から39人からなる原告は、この参拝は、総理大臣の職務行為として行われており、政教分離を定めた憲法に違反すると主張。小泉首相と国に一人当たり10万円の、損害賠償を求めていた。 2004年11月25日、千葉地方裁判所は、参拝は、公務と認定し、原告の医者料請求を企画した。判決では、公用者や内閣総理大臣の肩書きを用いたりしているため、参拝は、客観的に見て職務であると認定し、また公務員個人には、国家賠償法における責任はないとした。また、心境の自由や、 静かな宗教的な環境で、信仰生活を送るという宗教的人格権を侵害されたとして医者料の支払いを求めた原告側に対し、信仰の具体的な強制、干渉や不利益な扱いを受けた事実はなく、信仰の自由の侵害はない。宗教的人格権は、法的に具体的に保護されたものではないとして退りけた。2005年9月29日、 東京高等裁判所裁判長は一審の千葉地裁判決を指示、原告側構想を棄却した。ただし一審千葉地裁判決は、首相の参拝を職務行為と認定したが、この二審判決では、参拝は小泉首相の個人的な行為と認定した。また、参拝は職務行為ではないため、原告側首張は前提を書くとした。以下、 判決理由2005年9月30日大阪高等裁判所は小泉首相の参拝をめぐる訴訟としては交際段階で初の意見判断を示した判決は参拝は総理大臣の職務としてなされたものと認めるのが相当と判断さらに参拝は極めて宗教的意義の深い行為であったと認定し意見と結論付けた一方で 信教の自由などの権利が信頼されたとは、言えないとして、賠償は認めなかった。原告は上告せず、判決は確定した。遺族による、安国神社合祀取消し訴訟には以下などがある。大阪訴訟2006年8月、合祀された戦没者の遺族である浄土、新州本願人派僧侶の菅原隆賢が8名、及び、カトリック司祭の西山俊彦が、 安国神社及び国に対して、合詞取り消しと、損害賠償を求めて訴訟した。菅原隆賢らは、訴状で、敬愛追慕の情を基軸とする人格権への侵害などを主張した。西山敏彦は、信教の自由への侵害などを主張した。2010年12月、大阪公裁は、菅原隆賢らによる控訴に対し、遺族に、無断での合詞が、 大河退屈と認めながらも、靖国神社側の宗教行為の自由や、礼事母等の非公開を理由に、靖国神社側の行為は違法と言えないと企画したが、合詞に、国が協力した行為は、政教分離原則違反で違憲であると判決した。2011年11月、最高裁により確定した。沖縄訴訟合詞された戦没者の遺族5名が、 安国神社及び国に対して、合資取り消しと、損害賠償を求めて訴訟した。2010年10月、那覇地裁は、原告の請求を帰却した。2011年9月、福岡高裁での控訴審では、原告が、合資を受け入れ難いことは、理解し得るとしつつも、神社の協議や、宗教的行為は、他者に対する強制や不利益の付与がない限り、 心境の自由として保障されると判事した。韓国人遺族による訴訟2011年7月、日本人軍人、軍属として徴用され戦死した韓国人遺族が合死取り消しと損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は原告敗訴の判決を行った。 また上記とは別の訴訟で、2011年11月、日本人軍人、軍属として徴用され戦死した、韓国人遺族が、合死取り消しと、損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は上告棄却の判決を行った。昭和天皇の靖国神社心配。昭和天皇は、戦後は、数年おきに、計8度靖国神社に心配したが、 1975年11月21日を最後に心配を行っていない。この理由については昭和天皇が永久戦犯の合詞に不快感を持っていたからという仮説があったが具体的な物証は見つかっていなかった。しかし、宮内庁長官を務めた富田朝彦が1988年に記した。 富ためも、及び、自重の浦部両我による、浦部両我自重日記に、これに符号する記述が発見された。平成時代も天皇による、心配中止は続いていた。なお、例大祭の直視参考と、内定以外の皇族の参拝は行われている。戦後、歴代総理大臣は在任中皇人として、例年参拝していたが、 1975年8月、三木武雄首相は、首相としては、初の終戦記念日の参拝の後、総理としてではなく、個人として参拝したと発言。同年を最後に、天皇の心配が行われなくなったのは、この三木の発言が原因であると言われていた。しかし、2006年になって、富田メモに、昭和天皇が永久戦犯の合志を不快に思っていたと。 記されていたたことが分分かった以下は該当部分私はある時に永久が合死されその上、松岡、白鳥までもがつくばは慎重に対処してくれたと聞いたが、松平のこの今の宮司がどう考えたのか、やすやすと、松平は平和に強い考えがあったと思うのに、親の、信仰知らずと思っているだから私あれ以来。 参拝していないそれが私の心だ。日本経済新聞社、富田目も研究委員会は、他の資料や記録と称号しても事実関係が合致しており、不快感以外の解釈はあり得ないと結論付けた。他の資料として、有名なものに、浦部良荒れ自重日記がある、と記述されている。富田目も以降、合詞問題を原因とする解釈が、 現在のところは有力ではないかとされることが一般的には多い。また、徳川義弘自重長の回顧録などによれば、昭和天皇や宮内庁は松岡洋介、広田光喜白鳥年雄ら文人の合詞に疑問を呈しており、その中でも松岡洋介は日米海戦の長本人として特に問題視されている。 天皇が心配を止めた原因を永久戦犯の合詞とする見解への反論も存在する。桜井義子はメモにプレスの会見と題が付けられ、富田と勇ましき人物が記者も申しておりましたと、会見での記者の反応も書き記していることから記者会見のメモだと思われるとし、メモ執筆当日の4月28日に昭和天皇が会見していない事実を挙げ、 富田が書き留めた言葉の主が昭和天皇ではない別人の可能性もあると主張している。また、産経新聞は昭和天皇が永久戦犯の何人かを批判されていたとの記述があったとしても、いわば断片情報のメモからだけで合詞そのものを不快に感じておられたと断定するには疑問が残る合詞がご心配取りやめの原因なら、 その後も、春秋霊大祭に直視が派遣され、現在に至っていることや、皇族法が参拝されていた事実を、どう説明するのかという疑問を呈している。昭和天皇の側近で、戦後、永久戦犯に指定された、木戸光一元内大臣に対し昭和天皇が、米国より見れば、犯罪人ならんも我国にとりては、功労者なりと述べたとの記述が、木戸日記にあり、 鈴木貫太郎内閣の内閣初期官長だった、佐古水久常によれば、昭和天皇は、ポツダム宣言受諾に関する午前会議において、次のように発言した。私としては、中流なる軍隊の降伏や、武装解除は忍びがたいことであり、戦争責任者の処罰ということも、その人たちが皆忠誠を尽くした人であることを思うと、こらえがたいことである。しかし、 国民全体を救い、国家を維持するためには、この忍びがたいことをも忍ばねばならぬと思う。午前会議訴訟以外では1968年以降のプロテスタント牧師、角田三郎及びキリスト教遺族の会による、礼事母抹消要求があるが、靖国神社は要求を拒否し、その際に池田良八剣宮寺が天皇の意志により戦死者の合使は行われたのであり、 遺族の意思に関わりなく行われたのであるから抹消をすることはできないと説明した。これは以後同様の要求に対する靖国神社側の一貫した対応となった。第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判において処刑された人々が1978年10月17日に国家の犠牲者、昭和巡難者として合祀されている。 第二次大戦期に日本兵として戦った朝鮮人日本兵や台湾人日本兵も多数祀られているが中には生存者が含まれていたり遺族の一部からは反発も出ている2001年6月29日韓国や台湾の元軍人軍属の一部遺族計252名が 日本に対し戦争で受けた被害として24億円、あまりの賠償金を求めた裁判で、原告のうち55人は、戦死した親族の靖国神社への合詞は、自らの意思に反し、人格権の侵害であるとして、合詞の取り消しを求めた。2003年2月17日には、小泉靖国参拝、高砂義勇隊合詞反対訴訟の原告団長として、公金疎外。 台湾立法委員が代表となり、訴訟を起こした。親族の意に反した合師は日本によるアジア侵略の象徴であるとの批判がある一方、英霊として日本人と明け隔てなく祀ることは日本だけでなく、台湾や朝鮮の元軍人軍族への最大級の敬意の現れであり、日本の台湾や韓国における統治政策が、 欧州各国による東南アジア植民地政策とは一線を隠していたことを示すものだとする意見もある。また、合衆しなかった場合、日本人は台湾、韓国人元軍人軍属を平等に扱わなかったと別の面で批判されるとの指摘もある。徳川安久宮司が合衆は無理としながらも、向こうが二式のお旗を掲げたことで、こちらが 続軍になったと発言したことを受けて、明治維新や、西南戦争で続軍とされた、旧幕府軍や大宇列藩同盟、西郷隆盛らの戦死者も立場は違えど、国のためを思い命を落としたのだから、靖国神社に合祀すべきであると、亀井静香や石原慎太郎らが運動している。いわゆる靖国神社問題への解決案としては、多数の立場、観点から、 多数の提案や議論が行われている。1945年10月13日、石橋丹山は、東洋経済新報社論で、靖国神社廃止の儀を発表した。石橋は、靖国神社を、我が国にとっては大切な神社であったとしながらも、我が国の国際的立場、今後の最終祭典の実現可能性、国民の感情、少なくとも、 満州事変依頼軍官民の指導的責任の位置に、負った者の責任などを列挙し、靖国神社の廃止を主張した。永久戦犯合詞に対しては、永久戦犯の国際的及び国内的な扱い、靖国神社による合詞の妥当性、合詞取り消しとしての分子の可能性や是非、靖国神社側の自主的な対応の可能性、国から靖国神社への要求の可能性、 などが議論となっている。いわゆる永久戦犯は極東国際軍事裁判で戦争犯罪人と判決確定し、その後日本政府はサンフランシスコ講和条約を結び、その第11条において日本国は極東国際軍事裁判所ならびに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾しとあり、国際的には 戦争犯罪人であることは確定している。その発行後1952年6月以降、条約の第11条に基づいて、極東国際軍事裁判に参加したすべての国の政府と交渉し、国会決議等により服役中の受刑者に対する、御社と刑の執行終了、釈放の合意を形成し、生存していた永久者10名を含め全員をにより、 刑の執行を終了し釈放した。ただし刑期満了者は、御社、原刑の使用がなく、安国神社に合詞されている14名のうち、死刑により、刑の執行が満了している者7名、週間中に死亡した者7名については、死亡により、権利能力を喪失したため御社、原刑の対象にはなり得ない。1952年。 恩急法改正では受刑者本人の恩急支給期間に公金期間を通算すると規定され、先般公金中の死者はすべて法務士とされた。1978年秋、安国神社に、いわゆる永久先般が昭和巡難者として合祀された。翌1979年4月19日に、新聞各紙が合祀を一斉に報道した。 また2005年10月25日の衆議院において、当時の小泉内閣は、政府は、第二次大戦終結後の、極東国際軍事裁判所や、その他の連合国戦争犯罪法廷の判決により、A 級、B 級、C 級の戦争犯罪人として、有罪判決を受けた、軍人、軍族らが、死刑や、 金庫経営などを受けたことについて、我が国の国内法に基づいて言い渡された経営ではない、と回答し、先般の名誉回復については、名誉及び回復の内容が明確ではないという理由で回答を避けた。上記経緯の解釈として、以下を含めた議論が続いている。この国際的な意味での戦争犯罪人であることと、国内的には法務士とされていること。 この祖語が国内外での永久戦犯合詞に対する認識の差になっている側面がある。その側面の解決の方法として提案されているものである。永久戦犯合詞を不当、または不適当とする立場からは合詞取り消しによる現状復旧案として分子、または廃止案がある。国家的な常設の戦没者追悼施設は必要だが、安国神社では、 歴史的、宗教的、国際的などの問題があると考える立場からは、靖国神社に代わる国立の追悼施設を設置するという提案されており、それへの反対意見を含め、議論が存在している。靖国神社は常設の施設であるが、戦後は一宗教法人であり、国立ではなく、神道の神社であり、戦前の国家神道や、 戦後のいわゆる永久戦犯同士問題への議論が存在している。安国神社を国家管理の施設に復活させる案として安国神社法案が国会に提出されたが宗教職を薄める内容への反対もあり廃案となった。永久戦犯の文子は不可能として安国神社が拒否している。隣接する千鳥ヶ淵戦没者墓苑は 国立の無宗教形式の施設であるが、収められているのは引き取り手がない無名戦士の遺骨のみであり、戦死者全体を追悼、慰霊する場ではない。1952年以降、全国戦没者追悼式が毎年開催され、特定の宗教によらない形で、天皇、内閣総理大臣、衆参議長、最高裁判所長官なども出席している。対象は、 民間の空襲被災者なども含むが、常設の施設ではない。なお1964年は、安国神社で開催されたが、スペースの問題もあり、以後は、日本武道館で開催されている。以上の現状を前提に、国が公式に、戦士、戦没者を追悼する常設の施設が必要との、立場からは、新たな国立追悼施設が必要との意見があり、その中には、 地鳥ヶが淵戦没者墓縁の拡充案もある。なお国立追悼施設設置論は靖国神社廃止論ではない。ただし、現在、民間の一宗教法人である靖国神社に国家の公式の追悼、異例の役割を担わせることそのものは、辻鎮裁訴訟で示された、目的効果基準に照らし政教分離の原則に反し、憲法違反である。公明党は、 日本国民も、外国要人も、天皇陛下もわだかまりなく、心から戦没者を追悼できるような施設のあり方を、検討してもいいのではないかと、国立追悼施設に賛成している。2001年、小泉純一郎政権時代に、首相官邸において、戦没者追悼施設のあり方、必要性、既存施設との関係について議論するため、追悼、 平和記念のための記念秘施設のあり方を考える懇談会が設けられ、2002年に報告書が出された。また2005年、超党派の議員連盟の国立追悼施設を考える会が発足した。なお、他国の国立追悼施設には、アメリカ合衆国のアーリントン国立墓地他に、イギリス連邦のコモンウェルス戦争墓地委員会、 中華人民共和国の人民英雄記念碑、韓国の国立ソウル秋田大や、戦争記念館、北朝鮮の愛国列車両、インドネシアのカリバタ英雄墓地などがある。アメリカ合衆国のアーリントン国立墓地は南北戦争時に作られたが、北軍南軍双方の兵士が埋葬されている。国が決めた埋葬基準を満たした中での希望者が埋葬され、 敷地内の教会は、キリスト教だが、埋葬や異例、追悼の際には、キリスト教形式に限らずどの宗教形式でも、あるいは、無宗教の形式でも、本人や遺族が自由に選択できる。一方、靖国神社は、東京召魂社として、母神戦争後に作られたが祀られているのは、維新政府軍のみであり、幕軍側や旧士族の反乱の使者などは、祀られていない。 現在は民間の一宗教法人であり、国との公的関わりはなく、生前の本人の宗教信仰に関わりなく、合祀されるが、合祀の形式は、神道形式に限られる。その祀られる基準は、安国神社が定め、事前に遺族などに、合祀の同意を求めず、遺族などが合祀を取り消し、または、合祀を求めてもそれには応じず。 そういったことと無関係に勝手に祀るものである。合祀された永久戦犯14名の中でも、広田孝喜の遺族、孫の孝太郎は合意した覚えはない。今も靖国神社に祖父が祀られているとは考えていないと話した。靖国に絡むこれらの思いは、広田家を代表する考えとしている。2013年5月訪米時に安倍晋三首相が、日本人が、 靖国神社を参拝するのは、米国人が、アーリントン墓地を参拝するのと同じと、フォーリンアフェアーズが見に答えた。それに対し韓国の中央日報は、アーリントンが国民統合と和解の象徴なら、靖国は戦死者を検証する、軍国主義の象徴に過ぎないとして批判した。2013年10月3日、米国のジョン・ケリー国務長官とチャック・ヘーゲル。 国防長官は、千鳥ヶ淵戦没者墓園を訪れ、喧嘩した。千鳥ヶ淵戦没者墓園によると、この訪問は、日本の正体ではなく米国側の意向であった。同行した、米国防総省公館は、記者団に対し、千鳥ヶ淵戦没者墓園は、アーリントン国立墓地に、最も近い存在だと説明した。ケリーとヘーゲルは、日本の防衛省が、 アーリントン国立墓地で喧嘩するのと同じように、戦没者に哀悼の意を示したと述べた。安倍が5月に訪米した際、靖国神社を米国のアーリントン国立墓地になぞらえたことに対する、牽制とみられる。その後2013年12月に安倍が参拝すると菅官房長官は、記者会見で、無宗教の国立追悼施設の建設構想については、 国民に理解され、敬意を表されることが極めて大事なことだ。国民世論の動向を見極めながら慎重に、検討することが大事だと述べ、現時点では取り組む考えがないことを示唆した。また、安倍も参院予算委員会で、多くのご遺族の方々がどう思われるかが大変、大きな問題だと新施設に慎重姿勢を示した。また、 首相側近の萩生田光一総裁特別補佐は、新施設は決して無駄とは思わないが、安国への思いとは異なると指摘した。公明党は2013年12月に、安倍の参拝を受けて、どのような立場の人もわだかまりなく追悼できる施設を提案した。日本遺族会は、安国神社に代わる、新たな追悼施設は認めないとの立場で、設置不要派である。 元陸軍将尉小野田博士郎は、死んだら、神様になって会おうと約束した場所が、安国神社であり、戦後その、安国神社を国家が守らないことに対して、国は、私たちが死んだら、安国神社に祀ると約束しておいて、戦争に負けてしまったら、安国など知らないというのはあまりにも身勝手という、見解を示し、 安国神社とは全く別の追悼施設を作るというのは死んだ人間に対する裏切り行為だと批判している。安国神社では戦没者として一旦合死されたものの後になって生存していることが明らかになった場合、最神母に生存確認との注釈をつけるにとどめ、霊示母は削除、訂正しない。この処置は後に生存が確認された。 横井正一や小野田官郎、そして韓国など、海外の生存者についても同様である。また、この毎日新聞記事によれば、死亡していない以上、もともと合死されておらず、魂もここには来ていないと、安国神社は説明している。例示を一切変更せずただ名前を追加するのみという安国神社の態度は、生存者だけでなく内外の遺族の削除要求に、 大しても一貫している。2006年9月2日付の隠し報道によれば、朝鮮戦争中の1950年10月に、米軍の要請で、北朝鮮元山市沖で、総会作業中、乗船していた、総会艇が、嫌いに触れ爆発、殉職した、海上保安庁職員の男性遺族が、靖国神社合祀を申請していたが、神社側が、 合詞要請を拒否していたことが明らかになった。神社側は8月25日付回答書で時代ごとの基準によって国が戦没者と認め名前が判明した方をお祭りしてきた協議の結果朝鮮戦争にあっては現在のところ合詞基準外とした。海上保安庁は日本国憲法が発行していたことから 遺族に公害を禁じ、自己記録も廃棄されたという。男性遺族は、戦後の戦死者第一号であり、神社には最高を求めたいと話している。なお、この職員には、戦没者助君はされたものの、恩給は支給されていない。特攻作戦に関与した海軍中枢部の召喚のうち、終戦直後の8月15日に、俺も後から必ず行くと言って、 それを実行した、うがきまといは、安国神社に祀られていない。終戦直後に部下と共に特攻した行為が、停戦命令後の理由なき戦闘行為を禁じた、海軍警報31条に定職するものであり、また、無駄に部下を道連れにしたことが非難されてもおり、部下も含め戦死者とは認められていない。しかし、特攻作戦の命令を下した人物として、自決により、 責任を取ったと評価する有識者の中からは安国神社に合祀すべきとの意見が出ている。そのため郷里である岡山県五国神社の境内には彼と部下17有志の菊水霊碑が混流されている。戦後、折口忍は神道における人物神は特に政治的な問題について 志を遂げることなく、恨みを抱きながら亡くなった死者を慰めるために祀った、ものであり、五国の英雄のように死後称賛の対象となるような、人物神を採取することは、神道教学上問題がある、と述べている。ただし、実際には、近代以前でも、報国大明神や東昇大権現のような例がある、ほか、明治以降には、 鍋島直政の助下神社や山内一豊の山内神社など恨みを抱いて亡くなったわけでもない古代以来、幕末までの中心名称を祭る神社が各地に創建されている。また哲学者の高橋哲也は、報告大名人の廃止や明治期の神仏分離などを挙げて分子や廃止ができないとする安国神社の見解に対して、 日本の伝統的な日本神道のあり方に乗っとれば可能であると主張している。母親戦争、明治維新の戦死者では新政府軍側のみが祀られ、俗軍とされた旧幕府軍や奥越列藩同盟軍の戦死者は対象外。西南戦争においても政府軍側のみが祀られ、西郷高森ら薩摩軍は対象外軍人、軍属の戦死者、戦病死者、 自決者が対象で、戦闘に巻き込まれたり空襲で亡くなった、文民、民間人は、対象外。また、戦後のいわゆる東京裁判などの、軍事法廷判決による軽死者と交流、服役中に死亡した者が合死され、合死された者の中に文民が含まれている。なお、軍人、軍属の戦死者、戦病死者、自決者、 先般裁判における死者であれば、民族差別、ブラック差別等の影響は一切ない。日本政府は1951年連合国との講和条約に署名し、その第11条において、日本国は極東国際軍事裁判所ならびに、日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾しとあり、日本国も含めて国際的には、 戦争犯罪者であることは確定している。その条約発行後、条約の第11条に基づいて、極東国際軍事裁判に参加したすべての国の政府と交渉して、服役中の受刑者に対する御者と刑の執行終了、釈放の合意を形成し、刑の満了者及び服役中に死亡した者を除いて、全員を御者により、刑の執行を終了し釈放した。 日本の国会は国内、国外の軍事裁判で先般として有罪判決を受けた者は国内法では犯罪者ではないと決議した。2005年10月25日の衆議院において当時の小泉内閣は政府は第二次大戦終結後の極東国際軍事裁判所やその他の連合国戦争犯罪法廷の判決により A 級、B 級、 C 級の戦争犯罪人として有罪判決を受けた軍人、軍族らが死刑や禁固刑などを受けたことについて我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではないと回答し先般の名誉回復については名誉及び回復の内容が明確ではないという理由で回答を避けた自らの参拝については内閣総理大臣である 小泉純一郎が参拝したと講師の区別を曖昧にしていたが、福岡地裁判決を受けた小泉首相は、記者団の質問に、私的な参拝と言ってもいいと語り、講師の区別をあえて曖昧にしてきた、従来の姿勢を転換させた。2005年6月11日、日本遺族会会長で自由民主党の小川誠ら、幹部が、首相の靖国神社参拝はありがたいが、 近隣諸国への配慮、気配りが必要との見解をまとめる。しかし、6月17日に遺族会会員から方針転換し、参拝中止を求めるものではないかと懸念の声が相次いだのを受け、今後も総理大臣の靖国神社参拝継続を求め、靖国神社に代わる新たな追悼施設は認めない。永久戦犯の分子は、 靖国神社自身の問題だとし、総理は中間両国首脳の理解を得るよう努力するべきだ。という従来通りの方針を確認した。アメリカ合衆国は2006年に靖国神社の優秀館に展示してあった太平洋戦争開戦までのアメリカの意図の解説文を海員外交委員会や当時のシーファー中日大使が批判しており、この批判を受け神社側は 優秀感の記述を一部修正するに至った。2013年12月26日の安倍晋三首相による靖国神社参拝について、中日アメリカ合衆国大使館は、日本は大切な同盟国であり、友人であると前置きし、米国は、日本の指導者が、近隣諸国との緊張を悪化させる行動を取った、ことに失望している、日本と近隣諸国が、 地域の平和と安定の我々の共通の目標を推進する中での協力を促進するための建設的な方法を見つけることを期待している。首相が過去への反省を表明し、日本が平和に関与していくと再確認したことに注目するとする声明を発表した。これを受けて、朝日新聞は、米政府が日本の首相の靖国参拝を批判したのは異例で、あると報じた。 国務省の報道官も、中日大使館と同内容の談話を発表した。その後、12月31日に、国務省のハーフ副報道官は、会見で、失望という言葉について質問され、日本の指導者の行動で、近隣諸国との関係が悪化しかねないことに対する、もので、それ以上言うことはありませんと答え、これを受けて、t b s ニュースは、 失望したという言葉は靖国参拝そのものではなく近隣諸国との関係悪化に懸念を表明したことを強調したと報じた同会見では他に日本の指導者が近隣諸国との関係を悪化させるような行動を取ったことに失望している日本は大切な同盟国で様々な課題を解決する緊密なパートナーこれは変わらず今後も 日米で意見が異なることは話し合い続けると述べた。TBS ニュースは、失望という表現については、アメリカの一部の有識者から、戦没者の追悼方法を、他の国がとやかく言うべきではないという指摘が上がっているとしている。カート・キャンベル全国務次官補は2014年1月15日、戦略国際問題研究所における会合で、 安倍首相の靖国神社参拝について、アメリカの外交政策の助けにはならない。米、日、中、間の間で緊張が高まっており新たな懸念をもたらすと批判し、マイケル・グリーン元国家安全保障会議アジア上級部長は、同会合で参拝に失望しているとした国務省の対応を、 正しい反応だったと指摘しつつ、日米防衛協力のための指針の再改定といった、日米間の課題が変化することはない。それらの課題は、米国の国益でもあると、参拝が、日米関係に与える影響は、限定的との認識も述べた。米紙ウォールストリートジャーナルは2014年1月23日、複数の米政府当局者の話として、安倍晋三首相が、 靖国神社参拝を繰り返さない保障を、米政府が日本政府に非公式に求めていると伝えた。日中、日韓関係がさらに悪化することを懸念していると見られる。同志によると、米政府は参拝後にワシントンと東京で開かれた、日本側との一連の会談を通じ、近隣諸国を苛立たせる、さらなる言動を、首相は控える、要要請。 日米間の連携を阻害している日韓関係の改善に向けて韓国に働きかけるよう促し従軍慰安婦問題に対処することも求めた。さらに今後過去の侵略と植民地支配に対するお詫びを再確認することを検討するよう首相に求める考えだという。米国務省副報道官のハーフは十三日の記者会見で同志の報道について問われ、 事実かどうかわからないと述べた。リチャード・アーミテージ元国務副長官は2014年2月27日首都ワシントンで開かれたシンポジウムで安倍晋三首相の靖国神社参拝について中国政府が喜んだはずだと述べ中国の日本批判を結果的に後押しする形になったという意味で反対だと語った。ただ参拝自体については日本の指導者が 国全体にとって何が最善かを考えて決めることだ、と話した。中国が、カイロ宣言やポツダム宣言を受け入れていないのが、日本だとの批判を広めていると指摘。中国政府は、首相の靖国参拝を喜んだはずだ。なぜなら、彼らは参拝後、各国の外交担当者に電話をし、見た言った通りでしょというだけでよかったからだ。 これが参拝への反対理由だと語った。また仮に永久戦犯が分出されても中国は参拝を問題視し続けるとの見方を示した。韓国の三大神の中央日報は在日大使館名義で失望という声明を出した2日後、沖縄県が普天間のアメリカ合衆国空軍基地を辺野古移転案を承認するとヘーゲル米国防長官は 日米安保同盟は強固であり、両国間のパートナーシップはさらに強まるだろうという歓迎の声明を発表した。ことを、失望という声明は短い3つの文章だったのに、対して、沖縄県の決定を歓迎するという声明は、A4 用紙1枚分の長い声明だったことに触れ、どの声明がより重要、または重要でないとは言わないが、米国にも、本音と、 建前があると角に、アメリカの、失望生命に反応する人々を牽制した。さらに、中央日報は、失望生命に喜んだ人々は、安倍首相の日本を嫌うことを望んだが、アメリカの国防長官は長い間の悩みだった、普天間基地の移転問題が解決されると即座に、強い日米同盟に言及した理由は、アメリカ中心主義時代を脅かす中国に、対抗するには、 依然として、安倍首相の日本を必要とするしかない。として、アメリカ合衆国の本音を直視しなければならないと指摘した。国際連合は、1946年の第1回から2012年の第67回までの国際連合総会において、日本に対して、首相、国務大臣、衆議院や参議院の議長などの立法府や行政府の要人による、 靖国神社参拝の禁止や自粛を決議として採択したことはなく、決議案が総会、安全保障理事会、経済社会理事会、人権理事会に提案されたことはない。2013年12月26日の安倍、晋三首相の靖国神社参拝を受けて、反気分国連事務総長の報道官は27日、安倍首相の靖国神社参拝について、 過去に関する緊張が今も地域を苦悩させていることは非常に遺憾だとの声明を出した。声明は事務総長は共有する歴史に関して共通の認識と理解を持つよう一貫して促してきたと指摘。事務総長が被害者の感情に敏感であることや相互信頼を築くことの重要性を強調しているとして指導者は特別な責任を負っていることを挙げた。 中華人民共和国政府は、1979年4月に永久戦犯合使が公になった時から1985年7月までの6年4月間、3人の首相が計21回参拝したことに対しては、何の反応も示さなかったが、1985年8月の中曽根首相の参拝以後は永久戦犯が合使されている。 靖国神社に首相が参拝することは中国に対する日本の侵略戦争を正当化することであり絶対に容認しないという見解を表明し続けている。中国政府は国際的及び国内的に日本の侵略戦争の原因と責任は日本軍国主義にあり日本国民にはない。しかし日本軍国主義は極東国際軍事裁判で除去された。 と説明している。また1972年の日中国交正常化の際の共同声明では日本側は過去において日本国が戦争を通じて中国国民に重大な損害を与えたことについての責任を痛感し深く反省するとも記載されている。このため中国から見て日本軍国主義の責任者の象徴である永久戦犯を 現在の日本の行政の最高責任者である首相や行政府の幹部である閣僚が称賛または商用することは歴史問題となるからである。当時日本領であった台湾では台湾人日本兵高砂義勇隊への徴兵による戦死者の靖国への合祀に対し一部で批判がある。台湾の政党関係者による靖国神社への参拝が 政治問題化したこともある。場永久総統は、安倍晋三首相による2013年12月26日の靖国神社参拝が元慰安婦とされる女性たちの傷口に塩を塗る行為に当たるとして、隣国の慰安婦が受けた迫害などの悲惨な歴史を少しも帰り見ていない日本政府の行為は大変遺憾だと非難した。韓国政府は永久戦犯が合志されている。 靖国神社に首相や閣僚が参拝することを問題視している。ただし、韓国の場合は、日韓併合から日本の降伏までの間は日本に併合されていたため、日本の交戦相手国や戦勝国ではないと同時に、旧日本軍側としての募集や徴用の結果、靖国神社への合使者が存在する。このため、韓国及び台湾では、 靖国神社合紙取り下げ訴訟も発生している。なお、韓国政府は2006年永久戦犯の分子だけでは靖国問題の解決にはならないとの認識を政府方針として決定している。首相リー・シェンロンは2005年5月に同神社には戦争犯罪人が祀られており、シンガポールを含む多くの国の人々に不幸な記憶を呼び起こす。 戦犯をあがめる対象にすべきではない悪い記憶を思い起こさせる。シンガポール人を含む多くの人にとって靖国参拝は日本が戦時中に悪いことをしたという責任を受け入れていないことの表明と受け取れると述べ2001年8月には日本が戦争責任の問題を片付けていない戦犯が合詞されている靖国神社の性格から小泉首相が 過去の侵略を反省した談話を13日に発表したにもかかわらず近隣国の反発が起きたと批判している。上級賞合直トンも2006年に日本の指導者は靖国神社への参拝をやめ戦没者を祀る別の方法を探るべきだと述べた。シンガポール外務省は小泉首相の2006年度の参拝を受けて 小泉首相の靖国神社参拝を遺憾に思う。シンガポール政府は靖国問題に関する立場を繰り返し表明してきたが、それに変化はない。東アジア域内で緊密な連携関係を築くという対極的な共通利益に助けとはならない、と批判した。他方、ロイター通信の報道によれば、小泉首相はリー・クアン・ユー元首相との会談後に記者団に対し、 リー元首相が、靖国問題は中国が、心理的なプレッシャーをかけているだけで、日中友好の停流は変わらないと述べたのに対し、私もその通りだと思うと答えた。と述べている。共同通信によれば、リー元首相は、小泉首相の靖国神社参拝について、基礎は強いが、靖国問題は、不幸なことだと懸念を表明。 その上でアジアとの経済関係や人とのつながりを乱すものではないとも指摘したとされる。2013年12月に安倍首相が靖国参拝したことに対しシンガポール外務省の報道官はシンガポールは安倍晋三首相が靖国神社を参拝したことを遺憾に思っている。このような参拝は不満を蒸し返し、 地域の信頼と信用の構築に役立たないというのが我々の一貫した立場だ。と述べた。パキスタンの外務省は2013年12月27日首相の靖国参拝に関する質問に対し地域の他国の感情を傷つけ地域の調和を危うくするような反応を引き起こすような行動は慎むべきだ。緊張をもたらす。 過去の問題が再燃することなく、協力の精神が浸透することを願っている。と表明した。ロシア外務省公式代表のルカシェビッチ情報局長は、2013年12月26日の安倍晋三首相による靖国神社参拝について、遺憾の意を呼び起こさざるを得ないというコメントを発表した。また2013年12月30日、 中国の王毅外相とロシアのラブロフ外相は、電話会談し、安倍晋三首相による、靖国神社参拝を共に批判した上で、歴史問題で共闘する方針を確認した。王は、安倍の行為は、世界の全ての平和を愛する国家と人民の、警戒心を高めたと述べ、参拝を批判。その上で、反ファシスト戦争の勝利国として、共に、 国際正義と戦後の国際秩序を守るべきだと述べ、歴史問題で共闘するよう呼びかけた。それに対しラブロフは、靖国神社の問題では、ロシアの立場は、中国と完全に一致すると応じ、日本に対し、誤った、歴史観を正すよう促すと主張した。EU の外務、安全保障政策上級代表、キャサリン・アシュトンの報道官は、 2013年12月26日の安倍晋三首相による靖国神社参拝について建設的ではないと批判する声明を発表した。国際危機グループは2005年12月に報告書北東アジアの紛争の停留を提出し小泉首相の靖国神社参拝と右翼グループによる歴史解釈を修正する歴史教科書作成の試みは 中間両国の警戒心を刺激し、日本は第二次世界大戦での犯罪を反省していないとの感情を増幅させたドイツと異なり、自国の歴史の継続的、批判的検証にほとんど関心を示していないと批判している。ホロコーストの記録保存や反ユダヤ主義の監視等を行っているユダヤ系団体サイモン・ウィーゼンタールセンターは、 2013年12月の安倍首相の靖国神社参拝について同月26日靖国神社参拝を倫理に反していると非難する声明をクーパー副所長が発表した。戦没者を含め亡くなった人を悼む権利は万人のものだが戦争犯罪や人道に対する罪を実行するよう命じたり行ったりした人々を一緒にしてはならないと指摘した。 北朝鮮情勢が緊迫している中、安倍首相が参拝したことにも懸念を表明し、安倍首相が目指してきた日米関係の強化やアジア諸国と連携して地域を安定化させようという構想に打撃を与えると批判した。安国神社問題にまつわる歴史を以下に取り上げる。訴訟については安国問題に関する訴訟の不死を参照。2020年現在、 最初の伊藤博文就任以降の歴代首相57人中14人が参拝しているが、最初に参拝したのは、戦後初の首相である、東国の宮都志彦王である。戦後に限定すると、28人中14人の首相が62年間で、計67回参拝している。終戦の日の参拝は8回。 A 級戦犯の合詞が公になった1979年4月以後では5人の首相が計29回参拝している。ありがとうございます。